先週はね、すいませんね、お見苦しい映像をお届けして。誰がお見苦しい。はいはい、喉乾いた、乾杯しましょう。はい、喉乾いた、はい、いただきまーす。何の罰ゲームもなしっすか。あれのね、サボったのに。サボってない、サボってない、サボってないよ。ほんと、先週大変やったんですからね。もう何したんですか、先週。先週、あの話だけ。うわ、罰ゲームはボーナス、よいしょいやー、よかった。はい、メガネ。ちょっとよくわかんないです。ありますよ。壊れました。え、壊れたんですか、これ。はい、メガネにセロハンテープ貼ってます。セロハンテープ貼ってます。いやー、ザマですか。そうよ。そうよ、ザマって。これ見えないから、このね。これ見るから。これ見るから。メガネない、モッチない。そうやね、モッチないんすよ。どうしたんですか。今日お天気でよかったよ。いいお天気ですね。そうですね。あ、なんかモッチさん今日えらい好評やないですか。なんでメガネなしのスーツの方がイケメンだよって。やかましいわ。疲れとんねん。いや、いいじゃんいいじゃん。疲れとんねん、こちゃ。褒められてんじゃん。いや、疲れとんねんよ。いいな、こんなに疲れて。そう、最近闇期だったから。あ、そうなの。うん、そう、闇期だったから。やめこれは何、これは何が正解ですか。やめ、これ何正解。先週の恨みです。やめ。ほら、やっぱメガネじゃないモッチなんて言ってね、やかましいわい。あれ、弁護士バッジ。こっちがだから、違うがい。こっちは本体でしょ、これが。それは本体。そうか、これこっちは本体。こっちはモッチでしょ。こっち何。ただの最後じゃない。おまけ。ただの最後じゃない。おまけ。おまけってもう飾り役だな。飾りでしょ。てか聞いて、さっき、あかねさんに37件スタンプ送ったのに、全然返信が返ってこないの。37件はもう迷惑だからね。そう、そう、そこについて、あかね、ダブルって書いてるけど、もっと送ろう、オッケー、ちょっと後で。ほら、送ろう、送ろう。あかねさん見てるでしょ。どうせ見てるだろ。あかね。返事は返事。だってね、先週も見てて、ゆうさんごめんなさいって聞いて、誰やねんお前って言ったら、あかねですって言ってた。言ってたんや。あかね。あの人山だよ、山だよ。俺が今からスタンプ100個ぐらい送って山すわ。愛の数が足りないんだよ。あかねくんもね、病んでるんだね。そうだ。そう。てか、なんなの、ホストの人みんな病むの。病むんだよ、きっと。テンション上げようぜ、でも、ほんとに。分からへん。メガネ壊れたことが一番病んでるから。そうだね。全然見えへんもん。いいじゃん。別にメガネぐらい買えるんだからさ。はい。買えるんだからさ。買いに行く時間がありません。初見さんだよ、ほら。向かって左の人、ホストですって。誰？俺？誰？こっちも？こうじゃない。こっちか。こっち？あ、俺か？これ。俺よく言われるけど。そう。ゆうくん。俺よく言われるけど。はーい。ゆうくん？ホストだよ。一応ね。ゆうくんだよ。ゆうくん。ホストじゃないよ。なんだよ、じゃあ俺は。ホストじゃないよね。社畜か。俺は社畜か。そうだよ。マジで必要メンバーなの。ホストに見えない。っていうのはあれなんですかね、褒め言葉ってこと。あ、確かに。なんかホストに見えないよ。ん？で、メガネない方がいいの？ホストじゃない。ホストだよ。おい、ホストだよ。何にも届けられへんで俺は。ホストだよ。そう、確かに思った。月曜メンバーなのにカラフルじゃない。あー、そうなんです。どうしようこれ。いや、前まではなんかね、緑がおったり、金がおったり、赤がおったり、なんかすっごいカラフルだったの。確かにね。にもかかわらず、なんかみんな落ち着いた。確かに今日黒ばっかりだ。そうなの。どうしたのみんな。もっちかわいい。もっちかわいい。じゃあもっちばっかりやめて。俺の話にして、みんな。もっち流血してて、どうして。先週サボって何してたの。じゃあ北海道旅行だったんですよ。あー。社員旅行。そう。あー、はい。お土産ないわ。ないない。ないよ。カニ
ないよ、カニなんか今もう今頃渡したらもうダメだよ。カニカニカニ。ダメだ。いいよいいよいいよ。何今から買ってきてください。スーパーで。北海道は。A ホストショックって誰がどれが俺か俺か、ね、イクラは。いいじゃん別に。イクラ食べてない。食べてない。あ、食べた食べた。食べてるでしょ。そう、親子丼。はい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 。親子丼。ホッケ食べてない。ホッケは北海道。北海道の。北海道の名産ばっかコメントするのやめてもらっていいですか。ホタテも食べてない。カニとか。あのね、ルスツのスキー場に行った。クマにも会ってないわ。名産でも何でもねえ。ほら来た真ん中の人、男前。はい、イエーイ。おー、ありがとう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 。ほらね、ありがとうありがとう。ありがとう。じゃあ弁当、弁当もっとくれ。いいぞいいぞ。弁当いいぞ。よ、男前。ほら男前、かっこいい、かっこいい、やばい、かっこいい、やばい、めっちゃ惚れる。最高。気持ちいい、気持ちいい。顔だけで100万売れるわ。間違えて1000万売れるわ。もう収集つけろ、収集。気持ちいい。ノリが怖い、ノリが、ノリが怖い。北海道の、え、なんかルスツスキー場ってどこなの、あれは。わかんない。網走なの。あ、そうなの。スノボ、スノボ、スノボに行ったんですよ。いいな、俺全然できない。いいね。俺も何回かしかやったことないんですけど、スキーの方が得意。あ、今ダイエット中なんで大丈夫です。もう少しやるなら少しやってた方がいいと思う。笑ってるんですよ。顔の小ささがね。笑ってるわ。まあね、顔でかいで売ってるんだよね、僕は。そう、まあ、ちなみにあの顔がでかいんじゃなくて体が小さいんで、それで、あれ、顔がでかいって言われてるんだよね。グラスがちょっとちっ、あのね、ちっちゃく見えるもんね。そう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 、ね、そう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 そのフォローが絶対心に染みるやつや。ああ絶対染みるやつや。俺来週休みだな。ガチのね、アドバイスが。だからダイエットしてるよ、俺は。この野郎。かわいそうに。僕顔小さいから。かわいそうに。僕顔小さいから並んだらやばいっすよ、ほんとに。わからん。このノリわからん。ほら、こうしたら。あ、いいっす、いいっす。ほら。あー、ほらほらほら。半分だけ映って半分だけ。うまいことこう半分だけ。わかった、わかった。顔小さいっす。すごい。もう小さい。なんだろうな。リンゴ分ぐらいかな。なんだろうな、キティちゃんよりちっちゃいかな。なんだろうな、逆に気持ち悪いっすよ。なんだろうな、リンゴ3つ分だから。逆に気持ち悪いっすよ。そこら辺で走ってるドブネズミぐらい小さいかな、顔。どう、なんだかな。じゃあ今日何するの。今日何する。ほらみんな何すんの。何がした方がいい。しりとり。なんだろう、リンゴ10個分。リンゴ10個分ってまあまあ大衆か、それは。千原ジュニアみたいな顔やろ、それ。漫才か。漫才か。もうしてるやん。もうしてるやん。今日のあれだよ、MC はリオンさんだよ。何そうだよ。何、うん、もう少し痩せたら男前だって。ザ漫才、ザ漫才ってやってた。 M1 じゃなくてザ漫才。え、 M1 は銀シャリでしょ。そう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 。あんなつまんない。全然見てないよ、テレビなんか。あんま好きじゃないわ。どっか入ってるわ。もう少し痩せたら男前だよ。ザ漫才、ザ漫才は知らん。ダウンタウン、ダウンタウン、ダウンタウン優勝した、ダウンタウン。ダウンタウン優勝した。それは嘘でしょ。それは嘘でしょ。ちっちゃい頃は将来何になりたかったのって聞かれてるよ。ちっちゃい頃？これはガチなやつでいいの？うん。俺ウルトラマン。あ、そんな。だってちっちゃい頃ってそんなもんでしょ、みんな。幼稚園の頃はカブトムチの幼稚園やったけど。カブトムチ？カブトモチ？カブトモチの幼稚園やったけど。あ、だからモチっていうことで。そうそうそう。そっから？カブトムチの幼虫やったけど。1歳の時の夢と現実を比較してみてください。まあまあ、こっちはね、別に何もないからいいけど、カブトムチの幼虫が一番やばくない。うん。え、リオンさんは、リオンさんは。え、俺、じゃあ、仮面ライダーだな。でも、じゃあってないよ。じゃあって。じゃあってないよ。そんなね、ちっちゃい頃の夢なの。小学生の頃は、真面目に、あの、JAL のパイロット。JAL 結構真面目ですね。ポイントだね。JAL のパイロット。じゃあ JAL じゃなかったらもうやめてたんですか。え、アナでもいい。アナでもいい。あ、ちょっとなんだこれ。仮面ライダーの敵キャラとして出てきそう、真ん中って。なんだ。あ、ショッカーじゃないし。モブキャラじゃねえか。雑魚じゃねえかよ。いや、でもショッカー大事やで。意外と人気やから、あれ。そうだよ、そうだよ。ショッカーね、確かにね。バーっていっぱい大群だからね。あの、そう、黒幕みたいな。ショッカーにやってしまえって言ってそう。あ、ザコキャラボスの、ボスの方ね。お前たち。で、案外ショッカーが早く倒されて何っていうキャラです。そうそう。やるなっていうキャラでした。やるじゃねえか。あ、それを目指してたんですか。ちげえわ。案の定ショッカーが蹴散らされてるやつ。ちげえわ。
もう黒幕みたいなやつか。そう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 。あー、なるほどな。じゃあ結構ヒール役なんですね。そうなのかな。でもビジュアル系の人ってなんかヒールっぽくない？あー、なんか確かにね。あ、まあまあこう言ったらなんかちょっとイメージ悪いけど、うん、そうだよ。ドロドロね。ナポレオンジャケットだからな。中学とか高校。中学高校。中学高校。うん、なんだろうな。なんだろう。芸能人。まあ確かにね。モッチさんはあれでしょ、カブトムシの成虫でしょ。やばい。まあね。せめてヘラクレスにして。あのサナギぐらいかな。中学高校は。なんだろう。サナギかい。まだうねうねしてるやん。そうそうそう。モッチは虫だね、誰が虫だよ。俺やっぱバンドしたかったかな、もっとバンドでやりたかったかな。でも俺もう高校なんか調理師しかなかったもん。へえ。高校の時何部だった？サッカー部。俺もサッカー、サッカーと軽音楽やってた。あ、そう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 、高校から調理してた。むしろなんかそういう学会や行ってたから。すごいね、だからあれなんだ、お弁当とかもすごい出来栄えだったんだね。そう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 。いや、あれはちょっとね、あの茜に負けじとやってたんだけど ね、あれはアピールでしょう。あれ負けて、俺負けてたら多分もう今この場にいないからね。あれは違う、あれマジで自分で作ったよ。次週は、次週はここで食事会しよう。メシ、メシ。ゆうさんが作ったやつで。あー、持ってきてくれるみたいな。金取っていいんすか？あ、いいよいいよ。金取っていいんすか？取っていいよ。取っていいよ。え、でもまずかったら取れないからね。あ、金負けたからいなくなったのって、それ知らんの。あ、お弁当対決で。もしかしたらそうかも。そんなへこんでんの？ねえ、なんかね、俺めっちゃ料理得意やでとか言うときながらね。よし、今だぞ、今だぞ、茜の悪口言うの、今だぞ。やばい、今だぞ。いないところで言わんで。大丈夫だ、どうせ見てるから。見てる。あかねー。お重に、まずないわ、お重が。今です。あんまりな。ほんと敵キャラだな。いや、今ちょっと諸葛亮みたいな気持ちで言った。やっておしまい言えばいい。言ってしまいなさい。あかねのバーカ。諸葛亮こう。諸葛亮こう。よく知ってんな、フルネーム。今です。ほんまにな。ねえ。これは。じゃあ正式なモチさんの中高の夢は？中高の夢？うん。芸能人。どこで狂月になりたいと思ったんですか？高二の春頃やから。ああ。だいぶ酒、そうそう、酒飲みたかったんですよ。人狼が入ってきたから。ああ。あかんなと思って。なったろうと思って、なったんですけど。こういう仕上がり、その人狼がちょっと人気バーンってなったら、誰がじゃよ、ね、まあまあ長くやって全然終わり見つからんかったわ。え、いつから、いつから帰化したんですか？はい、いつから帰化したんですか？そうやね、高3の頃やから、高3、いやいや、高1日時期月になって帰化早いわい。何やねん、何やねんこれ。ヤカレロみたいな髪色、やかましいわよ、いいよ、言うなよ。ほら、結構プリンになってきたね。プリンっていうかもう、やかましいよ。なんだろう、なんかちょっと変な色が混ざってる。わざと、わざと、わざとなの、わざと。それは、おしゃれプリンなの、そう思ってください。おしゃれプリンってなんだろう。コカモッチ、コカモッチ、コカモッチって、ね、それ略してなんかメリットあるか、なんかあるか。おしゃれプリンってなんなんすか。おしゃぷ、いや、だからツートーンみたいなね。ツートーンみたいなね。ちょ、ワンちゃんもうもはやなんかウィッグみたいに見えてきたね。いや、ワンちゃん、あ、でもそこ確かカツラあるんで、それかぶったらいいんですよ。いやだ、もちゃもちゃするじゃん、あれ。リアルなやつ、リアルなやつ。時間経ってちょっと黒くなってきたキャベツ、いや、早く食えやい、あるある、早く食えやい。確かにある、それ早く食えやい、炒めて食え。やっぱね、モッツさんいじったらもうどんどんなんか出てくるもんね。え、なんかすごい知識量半端ないよね。すごいね。いや、こういう人ってね、すごいよね、ほんと。急に用意書やめえ、急に用意書やめえよ。すごい。じゃあ用意書なしでいいですか。もちもそんな服持ってたんだよ、あるわい。もうそれないんですよ。あるわい、そんな腐ってるやつ。やつ、もち冷蔵庫入れないと。クリオネか、俺は。冷蔵庫で買えるけど。冷蔵庫とクリオネ全然くっつかねえんだけど。クリオネ冷蔵庫で買えるけどや。え、そうなんすか。そうなんだ。あれ何、あれ何食べるんすか、クリオネって。なんかプランクトンみたいな、ね、おでんだけはツンツンするなよって、ほら。なんかタイム捕まったね、あれ。タイムリーだね。タイムリーなネタだ。はい、おでんツンツンして捕まるってなんなんって感じ、ね。え、そういう人いたんですよ。あの、え、知らないの、プロボーダーの人で。
プロボーラーもっともっとプロボーラー。CM を言いましょうか。あ、で、ツンツン。CM どうぞ。あそんなえめっちゃ最近のなんかね僕ニュースとかで出てる最近のやつ全然分からんもん。おしこんなバチバチパンチの人が死んじゃったっていうのが最初。こんだけ送ったら大丈夫だよ。知らねえ、うん、あの茜に一応送っときましたんでね。愛の数だけ何個、うん、知らない、多分100個ぐらいじゃない。でもね、わけ分からんニュース多いよね。多い多いけど、あ確かに飲んかった。アスカは懲りねえってやつやね。もうアスカはもう懲りねえ。まああれは仕方ないよ。もういや大抵人間って痛い目見たらすぐやめるやん。いや捕まってまたやって捕まるってまあまあおもろい。ああ、ね、確かに捕まった捕まった捕まってはないわ。あの人なんか事故で亡くなってるらしい。何宮やって、ね、多分やってるよ。ノンスタイルね。井上さんね。あれはねでも多分ね飲酒だと思うよ。あの人は飲酒でしょ。うん、ね、飲酒して島根県の女の子の。でも井上ってさ、なんで分かったんだろう。だからそのタクシーって全部ついてるじゃないですか、カメラが、うん、カメラがあれで番号があって、ああそしたら井上だったんだよ。紹介されて、まあ照合してから、うん、サインくださいってなんなかったの。なんでしょ、なんないっしょ、なんないんだ。うん、島根県の女の子事件、女の子の事件犯人、そうそう、あでも事件で死んだね。違う、事故で死んだね。なんか7年前ぐらいになったじゃん、なんかそうなの、バラバラになって、あーはいはいはい、はい、結構エグいやつ、はい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 、ほんとに闇深い。石田がやまってたんだ。あー車載カメラ、え、もうみんな何ニュース見ないの。見てるテレビ見れない、ね、テレビ見ないし、うん、なんだろう、あ、LINE ニュースもあんま見ねえかも。へー、結構グノシとか見ますよ。へー、あれ見てますかね。なんか気になったからそのニュース見てたら、なんかいろんなとこに飛んで、おでんツンツン男から紅生姜男に飛んでる。ああ、関連ニュースみたいなあれじゃないけど、ああ確かにコラム面白いね。コラムあれ面白い。テレビむちゃくちゃ見るけどニュースは見えへんみたいな。最近むしろニュースしか見ないっていう。でもニュースね、バラエティ番組しか見ないわやっぱり。世界の果てまで行ってきて超おもろいわ。なんであんなバカな大人がいるのか。それはね、親がバカなんだよ。ね、カエルの子はカエルって言うやん。確かにね。ぐらいしかなんか説明しようがなくなってるもん今。そう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 。ニュース見ろキャベツ。ほら。なんでそんな攻める？芽キャベツ。なんでそんな喋る？ピーマン。あ、枝豆。あ、な、あ。あと何？グリーンピース。うん、食物繊維多め。いやいや、何やこれ。何やこれ。しらけてるやないかい。よし。宣言しよう。もう今年も終わりですよ。ねえ、滑ったぞって知ったの。早いな、焦って大声早いよ。あ、みんな年末年始どうなんですか、営業とか。1月1日から5日まで休みです。え、1日から休んじゃうんだ。はい、年越しイベントやって1日から休みです。うちは
9、10、11、12が休み。9、10、11、12、うん、確か27、28、2、違う、29、30、31、1、2、3か休みが。え、3が日休み、だらけてる、いいな、いいな、久々に三が日休みだ俺。三が日休みって結構ハッピーっすよ。韓国行きたいんだよね。え、地元に帰るんですか。そうまあ、漫画ね、わからん、ちょっとわからん。逆にね、実家にみんな帰ってこいって言われないですか。あ、いや言われますけどね。三が日は休みであってほしいのはもう間違いないんだけど、重荷が、そこがね、重荷がね、お客さんいっぱいいるから。ゆうさんのお店紹介行こうかな。おろおいで、おいで、おちょっと連絡してあげて。どれだろう、これこれ、これ連絡してあげて、これこの辺、これこれこれ、ゆうさんね。そうで言いつつ、これがあかねやったらマジで面白いかなっていう茶化しを言えるからね、いつも。トップダンディーです。違います。それすごいから。違います、キングです。すごいから。そう、お、あかねから帰ってきたか。ね、まさかのね。じゃあもう、あ、もう帰ってきてんねえじゃねえかよ、もう本当にもう、うん、あの、一体どこからそんなデマ流れてんの。わかんない。ねえ、びっくりしたんけど。割と行ったばっかやで、割と行ったばっかやで、韓国。だからエアー本店じゃねえよ、わしはキングだよ、 NGG だよ。 i 本店かもしんないからね。ああ、そっちね。そっちかもしんない。確かに年齢的にはそっちかな。いやかもしれない。でも俺、ユウさんと同い年ですよ。ねえ、若いよね。ねえ、俺羨ましいわ。え、いくつですか。だから違うって、もう俺はキングだよ。28っすよ、今年。はい、28なんですか。はい、あの、昭和生まれです。昭和、怖、なんか、平成嫌いなんで僕ら。平成とかね。僕も昭和生まれです。マジ舐めてる。いやバカマス。いや全然バカマス。絶対大正でしょ。はい、大正生まれ。コテコテ。じゃあ西暦何年。はい、西暦何年生まれ。1900。忘れてんじゃねえ。1990、4年。はい、もう平成。ねー、はい、平成。いいやんけや。僕ら1988年なんで、はい、あ、ゆうさんってキングダムクイーンだったんですね。だから違う、うっつーてんねんよ。どこそれ、むしろ。じゃあ階段の前でこうやって写真撮らないか。え、何それ。え、キングダムクイーン知らんすか。知らない。あー、もう、え、何それ。もうまだ子供だわ。あー、俺わかんない。いやー、ばっかキングダムクイーンって系列がある。新喜劇の方ですか。誰がやね、誰がパチパチパンチや。もちもちもちツルトンしたんの、横な。そうこう、こうやって撮らない。あー、分かった、うん、鼻キャバクラやないけ。こんなやつ。おい、キャバクラっすか。キャバクラやないけ、それ。えそれキャバクラやないけ。えじゃない、えじゃない。いや、父はあるで、俺。えもぐりだなって何。そう、歌舞伎の一瞬忘れてたもん。それマジキャバクラやないからね。まさかのね。いや、一番有名って言ってくいいぐらいのキャバクラなんて。へぇ、行ったことない。めっちゃ目立つもんね。行かないからな。寄せて寄せて寄せて。ねぇ、2個あるかな俺。多分ゆうくんが寄せたら、多分コメントしてる女の子よりあるんじゃない。えらいでかいな俺。何カップあんの。あるんじゃない。みんな多分 A ぐらいでしょ。じゃあ俺 B 以上なんてあかんやん、それ。バカにすんなキャベツ。バカにすんなキャベツ。いや、ジャパンは好きだから僕。巨乳だとあんまねっていう感じもするからね。え、でもそういう人とは、巨乳の人があの、あれですよ。ええだわ。あ、ダブル A なんだ。そっち？ダブル、あの、皮に乳首しかないやつね。皮に乳首しかないやつね。はいはい。はい、怒られた。あー、この人すっごい好きな人だ。こっちはキングダムクイーンの常連違いまーす。行ったことありまへん。いいじゃないですか。もうそこは暴露できましょう。え？暴露できましょう。スイキャバクラとか。いいんす。暴露でも行ったことね。そんな、行ったことねえ。ユウさんキャバクラとか好き。僕好きそう。好きそう。マジでめっちゃ好きそう。5回ぐらいしか行ったことないですよ。行ったんかい。大阪と東京合わせて5回ぐらいしか行ったんですよ。あー、へぇー。もっちゃんセクキャバの方でしょ。いや、触って満足するやつ。結構行ってるやないかいって。なんでちょっと上行った。俺28だぜ。なんで俺上。しかも社会人経験してるから。5回って少ないで。少ない。マジで。でも俺もそんぐらい。キャバクラって何の楽しみか分からない。ほんとなんか、まあ、いろいろね、地元帰ったら友達と話するけど、俺マジで少ないって言われてるの。俺もそうだわ。28だろって。うん、そうだよって。
キャバクラって何するの？あのホストの女版でしょ。ね、なんか女の子と喋るよ。そう。そうそうそう。ね、でも俺ね、喋れないよ。リオンくん28なんですよ。ねえ、みんなね。楽しい。ジジイ、ジジイだからね。楽しいかどうか聞かれると俺わかんない。あんま行かないから。でも楽しいじゃん。めっちゃ得意ですよね。キャバクラ行ってめっちゃ話すの。え？え？だから気使っちゃうから。行ったことねえから全然わからへんよ。全然分からへん。どういう感じなんだろうね。赤胸のコメントも来なかったね。こっちのね、LINE もね、全然無視されてんの、俺。コメント。嫌われてんすよ。ねえ。ゆうさんはやっぱ。ね、100件もスタンプ送るからやっぱ嫌われちゃったのかな。嫌われたね。今日で嫌われた、もう。完全に。起きてないかも。いいよ。いいよ。いいよ。俺もう来週から来ねえから。嘘だよ。嘘。そう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 。そうだよ。スタバックしましたよ。スタバックした、さっき。スタバックした。おっさんがキャバクラにハマる理由を教えてください。だから若い子と喋れる機会がないんでしょ。女の子と合わないんだよ、まず。あのモテない男が行くんだよ。要はやっぱそのか若いお姉さんと出会う場所がないんじゃないかな。だからモテる人とかさ、なんかおっさんの方がハマってる。行く意味ないもん。本当にだって俺別に行ったところでって感じだもん。そうだね。そこで、ね。モッチとか、そうそう、モッチとか。モッチめっちゃハマってるよ。なんで俺おっさん扱いしてる。なんかこの前もユウさん一緒にキャバクラ行きましょうっていうライン来たんだけど、俺も断ったもんなんか。ちょっといや、そんなんいいっすわよ。なんかご飯の方が僕好きなんで。やっぱりね。やっぱそうなんだ。うん、ラインしたことねえぞ。一回無視されたからね、本当に。え、本当に無視しましたっけ。無視しましたよ。だからあの韓国旅行あったじゃないですか、その時にお土産お願いしますって隣で送ったんです。全て無視しますからね。まあ重別の話ですからね。そうですね。まず送っときますわ。わかんないなぁ。全然わかんないなぁ。あ、もうほら1分前で、もう今日もう何もなんか雑談しかしないじゃん。もう来週どうすんの。来週ちょっと皆さん何がいい、何した方がいい。ゆうくんの罰ゲーム。あかねのフルチン。あ、ハバネロ食わす、ゆうくんに。あかねだろそれは。月曜日は仲いいねって他の曜日は仲悪いみたいな言い方しないでください。いや多分ね、みんな多分あれなんですよ、たどたどしいんですよ。たどたどしい。あ、そうなんですか。みんな結果的にここだけなんか変な感じなんですよ。へー、ちゃんと今まで一緒に働いてますよ。ちょっと来週どうする、みんな何がいいの教えて。月曜日自由なんだよ。あかね一人で出演させて、あとは天の声で出演。人狼ゲーム。人狼ゲームわかんないわ。でもね、人数少ないからね。ワンコーラスで何点取れんの対決。みんな、またね、来週ね。またね。まだだよ、まだ。あるよ。3、2、1だよ。なんでカウントダウンしてないかんだよ。バイバイ、ありがとうございます。はい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる世界を